ああ、危ねえ。一気に落ちていくところだった。くそ、怖いよ。ほい、来た最後の。ん？ここは？祠を訪れし者よ。我はトゥミン家。女神ハイリアの名に置き、試練を与えよう。つららの力、トゥミン家の祠。つらら？え、なに、今度はつららまで使えるように。つららを使うの意味がわからんけど。自分の好きなタイミングでつららを切り離して落とせるとかそういうこと？つららを生み出せるとか。シーカーストーン認証、アイテムの入力を開始します。つららの力の意味がわからんよね。まあ、とりあえずこれで最後やろ。これで、パラセールがもらえる。お、来たよ来たよ。アイスメーカー。水面につららを作り出す。お、本当に作り出せる。作り出したつららはとても硬く溶けることもない。すげえな。水辺での足場や障害物として利用ができる。作ったつららにもう一度使うことで破壊もできる。へえ。え、すごいやん。水辺に足場が作れる。もうほんとどこでも行けるな。ねえ。ってことはいちいち泳いで渡る必要もなくなるわけや。え、じゃあこういうところもってこと？作る。へえ。足場？え？なんか思っとったのと違うんやけど。なんかさ、この一面がペキペキペキって凍ってくれるとかならあれやけど。いや、まあ、一応、うん、こういう風に使えるわけね。てか、輝いてる。つらら超輝いてるんですけど。いや、いいや、普通に。え、なんですって、この壁は。この壁はあれなの？ちょっと待って。この壁は、登れない壁なのか。え、で、これ、え、どうやって壊すんやっけ？これで普通に？え、違う。あ、これでもう一回やったら、あ、なるほどね。そういうことね。へぇ、思っとったのと全然違ったなぁ。ん？足元を。え、違う、もうちょっと。あ、すぐ下、これぐらいでやればいいってことかな。あ、そういうことか。自分のすぐ足元にできるんか。じゃ、そのまませり上がれるわけや。へぇ。イェーイ。敵とか出てくるかな。今までのとこあんま敵出てこなかったけどさ、一番最初のとこに出てきたけん、ちょっとね。ん？これは？今までのやつを総動員するんかな。それとも普通に、これでこうやって、え？なんだなんだなんだ？え、すげえ持ち上がったんですけど。え、そういう使い方？全然そういう使い方しようと思ってたわけじゃないんだ。ん？あれは敵だ！あ！敵だ！ちょっと待ってね。よし、行くか。さあ、来いよ。あ、なんか発射しそう、こいつ。え？逃げる。発射する前にちょっと、はい。破壊。なんか落とす？なんか落とす？あ、落とした、落とした。古代のバネ。他には落としてない？落としてないんか。この一体だけかな。あ、これがさっき出発したとこね。ふんふん。え？ここにも足場を作れということかな？なんかこっち側に階段があるね。水辺以外でも普通に使えるんか。え？使えるの？え、使えなくね？こっちの水辺の方で使わんといかんってことか。あ、なるほど。じゃあこれで。ん？あ、これでいいんかな。おー。え？で？あ！おー、なんか台が浮かび上がっとる。あ、そういう？あ、そういう感じ？やっぱり思っとった感じと違うんやけど。ちょっと待ってね。はっ。いやー、落ちたよー。助けてー。あ、待って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 。壁の中に入ってしまったのね。ふんふん。え、これのさらに上に作り上げるとかいうことはできるんかな？二段重ねみたいな。それはできんのかな？ちょっと待ってね。いや、壊すになるな。え、ということはなんだ？どうやってやればいいんだ？こっち側もやればいいってことかな？よいしょ。
こういう感じ？え、違いますけど。え、違いますけど。は、飛び移れないし。よいしょ。あれ？なんだ、どうやるんだ？ちょっと待ってね。これ、もうちょっと手前ってことかな？壊す。もうちょっとこの辺り？どう？この辺か？おお！あ、なるほどね。ここまで持ち上げんといかんかったんや。はい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 。OK。なんか宝箱とかありそうな雰囲気じゃない？ない？あ、びっくりした。敵かと思った。普通にランプやった。なんか足音聞こえん？私の足音か。もうなんか細かいことにいろいろビビりすぎて。こっちは？あ、あれ宝箱やん。なるほど。ということは、ちょっと待って。これ溶けることないんやろ？うん、びっくり。あっち側にも通路ある？もしや。なんか繋がってそうじゃない？あれ？こっちから来たんやっけ？あ、そっか。こっちから来て、ここの、この辺で敵と戦いよったんやっけ、私。あ、なるほどね。ふんふん。で、次に。よいしょ。ここに宝箱が。お。旅人の槍。旅人が狼などの野生動物から身を守るために持ち歩く護身用の槍。握りやすく使い心地が良い。あ、ポーチに入らないのか。え、でも結構今に弱かったよね。弱かったけ、もう別にいらんかな。2って書いとったよね。じゃあまあここに宝箱がありますよ。拾って、拾いたい人拾ってねーって感じでいっか。ほい、それじゃあ進んでこう。ん？進んでこう。よいしょ。上がれた。じゃああとは、あれのところに行けばいいわけね。あっち側とか別に何もないやろ。イェーイ。結構あっという間やったね。いろんなもの総動員するんかなって思ったけど、やっぱりここはここだけか。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。今こそ、女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。いやー、これで三つ目？やったね。ついに、ついに。何、あれってどこに入っていきよ。克服の証。克服を、ん？違う。試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの家具があらんことを。最後やけんって別に何もないんやね。ささっと消えていく。お、出てきた。お、おじいさん、何、どこ？こっち？あ、取った方向。これでこの大地にあるすべての祠で、克服の証を手に入れたことになるの。てか何？塔からずっと望遠鏡で眺めよったか何か？怖いんやけど。時が来たな。リンク。もう名前を知っている。お主にすべてを話す時が。何何？四つの祠が交わる場所を訪れるのじゃ。わしは、そこで待っておるぞ。どこよ？よいか。四つの祠の交わる、ところ、じゃ、消えたけど。え、消えたけど。え？チャレンジ更新、閉ざされた大地。冒険手帳を開く。大地にあるすべての祠で克服の証を手に入れると、再び老人が現れた。四つの祠が交わる場所で待っている。そう告げると老人は姿を消した。へえ、消すなよ、姿。で？四つの祠の交わる場所とは一体どこでしょう？ね。ちょっと待って。四つの祠の交わる場所は、モダイの祠、ここやろ？
て。これは何？魔王のか。ジャバシフ。ここ？この辺？この辺で合っとる？中心ってこの辺りよね。多分。よし、ここに行こう。適当にスタンプ押しとこ。じゃあそこに向かっていきまーす。え、ってことは、どっかその辺、飛んだ方がいいんかな？飛んだ方がいい。あ、ここに飛んだらあれよね。またなんかあいつが動き出しそうな予感が。しないでもない。始まりの塔。塔からならどこでも近いだろ。っていう適当な。ここから降りていくよりは近い気がする。ガードジャスト。盾を構えてタイミングよく。A で相手の攻撃を振り払うと攻撃を弾き返すことができチャンスが生まれる。そんなかっこいいことをしてみたいけど、多分私には無理なんだろうな。あ、もうおじいさんがいない。なるほど、もうその場所にしか現れないのね。盾を構えて、振り払う。おー。ちょっと一人でやってみた。ちょっとね。あ、大丈夫？あー、危ねえ。一気に落ちていくところだった。くそー、怖いよ。四つの祠の交わる場所。お、あんなところにもゴブリンたちが。え、あれ何？よいしょ。見えねえし。あー怖い。それはちょっとやめた方がいいよ。多分あれやろ。なんやっけ？見張り台かなんかやろ。っていう適当に自分の中で決着をつける。よいしょ。で何？自分がつけた印は一体どこ？現在地。え、近い近い。とりあえず、まあ、交わる場所やけん、真ん中の方向。よーし、行け。ん？旗がはためきよるような気がしたけど、気のせいやった。とりあえず、こっちの方向に印をつけたに違いない。この辺の敵どうせ弱いやろうけん。あれ？勝手に剣に持ち替わっとる。この辺の敵弱いやろけん。松明はちょっとさすがにあれかな。ボココンボか。ボココンボぐらいでいいかな。よし。どの辺だ？また走っていきよったら、いろんなことが起こったりするかな。ねえ、この世界何が起こるかわからんけん怖いよね。周辺じゃねえ。中心の方に行きよったらなんかあるよ。ん？あれは？あれ？ん？なんか走ってきた？気のせいか。気のせいか。これ近づいたらなんか起こりそうよね。ボコボコなりよるよ。もしかして毒の沼地？でもあれなんかさ、あることない？こういう時こそあれじゃない？ほら、見えねえから。これでさ、シャシャッと。はっ。思いっきり地面ついたけどね。思いっきり地面ついたけどね。よいしょ。これ続けていったらさ、多分いけるんじゃない？線でもいけるかもしれんけど。あ。え？戻された。戻された。なに、底なしの沼か何かってこと？じゃあやっぱりこれで行くべきよね。は。は。よし。この調子でちょっとやっていって。よいしょ。ギリギリで。そうそう。あと、おお、危ねえ。あー、危ねえ、危ねえ。もうちょっと、違う、壊さない。はっ。これ通り過ぎそうになるんよね、怖い。で
もなんかモンスター出てくるんかなって思ったけど、モンスターは出てこんかったね。よかった。あ、飛ばなくても大丈夫なのか。飛ばなくても大丈夫なのか。なるほどね。どの辺？もうこれ作らなくてもいけるってこと？いや、怖いけんさ、作っとこう。びっくりした、なんかなったんかと思った。え、壊れてない？1個作ったら1個消えるの？そういうこと？だって別に時間経過とかで解けんって書いとったよね。あ、よかった。来た来た。あ、そっち？そっち向きか。氷の矢 ×5。氷の力が封じられた矢5本セット。当たると砕け散り周囲を凍らせることができる。特に熱いものには絶大な威力がある。へぇー。矢を素早く切り替える。複数の種類の矢を素早く切り替えることができる。こっちは？あ。あじゃねえわ。あ、でもこの上で復活した。でも体力が。炎の矢 ×5。炎の力が封じられた矢5本セット。当たると砕け散り周囲を燃やすことができる。特に冷たいものには絶大な威力がある。体力がやべえよ。でもこれあと1回使ったら多分、帰れるんじゃないかな。よいしょ。はっ。はっ。ジャンプする必要なかった。ちょ、待って。とりあえずなんか食べとこう。じゃないと怖いわ。生命力に満ち溢れとる。よし、食え。ふぅ。んで？よかったよかった。早速あの能力を使える場所があったね。ん？使える場所があったねはいいんやけど、こっちの方向って多分違うよね。現在地は一体どこ？違う、こっち。え？なんか超違う方向走ってね。こっちじゃん。え、なんかすごい、マップの端っこの方を来てるんだけど、全然中心の方行ってないよ、私。やべえ、やべえ。あれ？もうそんなに通り過ぎてる？全然おじいさんいなくなかった？一体どこなんだろう。この辺？真ん中の方なんか水がいっぱいあったよね。この辺じゃないの？この岩も若干気になるんやけどさ。何のための岩なんやろ。この辺？いや、これ端っこの方だぞ、結構。こっちの方か。中心地、この水は普通の水やんね。でも一応ちょっと、端を行く。中心地ってあの建物らへんかな、もしかして。お、なんかボコブリンいるぞ。気づいてないけど、こっちには。あ、結構上の方なんか。なるほど。今現在私がおる場所がもともとそんなにてか、もともと端っこの方なんか。じゃああの上の方に行けばいいんかな。スタート地点あたりってことかな、もしかして。結構真ん中の方うろつきよんかなって思いよったけど、全然違ったか。この辺？あ、あっちにもボコブリン。この辺の建物関係してそうやけどね。ん、やっぱこの建物か。あ、こっちの方っぽいね。よし。さあ、ボコブリン。同じ武器同士。イエーイ。はい、角もらいます。あれは何？動き出さない？大丈夫？なんか、ああいうのを見かけるたびにもう、確実に動き出すんじゃないかと思ってしまうんやけど。ね。あ、ボコブリン。来いよ。中に入ってったらね、他に君の味方がいたら嫌だから、外で戦うね。よし。今の鳴き声で誰かやってきたりしない？大丈夫っぽいね。
中には誰もいない。とりあえずなんか宝箱がある。すごい朽ちてるけど大丈夫？開く？お、開いた。入り屋のズボン。おお、やっとズボンが。入るので広く親しまれている一般的なズボン。柔らかなもので作られており心地が良い。作りは丈夫なので旅の装束としても人気。結構最初の方にあったんだな。ね。そんなんならささっと着替えさせてあげたかったよ。おー、これでちゃんとした丈になりました。あー、やっとだよ、やっと。この辺の樽だけなんか妙に真新しいのが。あ、棍棒が壊れそう。なるほど。いや、別に壊れてもいいんだけどね。そこに新しい。壊れねえのかよ、こっちは。壊れた。ここに新しい棍棒落ちてるから。拾う。ボコ棍棒ぐらいはその辺にいっぱいゴブリンいるからさ。ゴブリン、ボコブリンいるからさ。この世界の樽の、うえ、なに？そういうことがあるの？超びっくりしたんだけど。このゼルダの世界の樽の中には何も入ってないの？って言おうと思ったら、まさかのチュチュが入ってたよ。どういうことだ。あ、ほらほら、私がつけたマークまでもうちょっと。ってことはやっぱりこの建物ってことか。私多分さ、変ななんか、真ん中の方の水のあたりとかに印つけたと思うんやけど、そんなところでおじいさん語り出さんよね、多分。絶対動くやろ、もう。え、待って、どこ？おじいさんその辺いないの？あ、びっくりした。なんかと思った。一瞬見えてなかったよ、君のこと。ここコンボもう壊れるの？もろいな。中には誰かいる？え、何あれ？え、何あれ？敵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 じゃないよね。なんか落ちてる。あ、壺？なるほど。これは割れるでしょ。こんな小さい中からチュチュ現れたりせんよね。とりあえず壊してこう。ん？あれ宝箱？違うかな。宝箱よね、多分。お、これは。木の矢。あ、こっちにも。矢いっぱい手に入れてやったね。旅人の弓。旅人が使う護身用の小ぶりな弓。矢があれば離れた時を攻撃することができる。おお。着々と揃っていく。いいね、いいね。そしてあれ何気に近づきたくないんやけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。